じゃないですか。もうそろそろ仲直りします。いや、まあ、なんか、喧嘩してる感そろそろじも、仲直りします。いや、仲直りというか、別になんか、そんな、なんか、仲悪くもらってないし、まあ、普通に俺を話したかったっていう感じだけど。やっぱ話し合いだけじゃ解決できないことあるんですよ。そうなんですかね。そうなんですよ。やっぱり、人のぬくもりで、だいたい解決するんで。いや、今、深い感しか残ってないけどね。優しさ知らないだけなんですよ。優しさ？優しさ、ぬくもり。ぬくもり。はい。ケツ離しませんか？どういうこと？ここで？ここで。俺と龍が？そうです。いや、するわけないじゃない。しましょう。お前も嫌でしょ？やりたいです。めちゃくちゃ怖いんだけど。やりたいです。やっぱ初の人をね、やっぱ奪うの好きなんで。はい。やりましょう。両方の気持ちは分かったよ。やりたいなっていう気持ちは分かったけど、まあ、普通に、なんていうの、気色が悪いっていうか すぐにでも警察呼びたいし、まあ、こういう時のためにやっぱ法律って大事だなと思ったし。やっぱ、そういうね、まあ、もし来たとしても、ぶっ飛ばして食っちまえばいいんですよ。そのための筋肉なんで。いや、そのための法律じゃない？関係ないんで、やりましょ法律本当あってよかったよ、本当に。じゃあやりましょう。お前みたいなやつがもう世の中、わんさかいると考えたらもう。うるさい！正義は。はい、ちょっと、ちょっと。この5年ぐらいでもなんかコロナより衝撃だったね。最悪だね。初めてですか、男は。いや。まあ、車の中でこんなね、冗談になるっていうこと自体が初めてだし、すごい嫌だなっていう感覚、今。このバレるんじゃないかっていう、このスリリングな感じがまた最高っすよね。いやー、これで仲直りできましたね。仲直りっていうか、だから、そもそもあんま揉めてないと俺は思ってるし。まあだから、なんでの、一刻も早くこの撮影を終わらしたいっていう一心で。